じゃん。今回はこのヘッドマウント、 GoPro ヘッドマウントをつけてちょっと走ってみたいと思います。これでどんな感じになるのかがちょっと興味深いですね。じゃあとりあえず行ってきます。グッド。この影見てもらえれば分かると思うんですけど、やっぱり頭につけてるとダサいって感じしますよね。どうですかね、ヘッドマウントに、自転車のヘルメットにヘッドマウントでつけて今 GoPro を撮ってるんですけど、やっぱ頭がこうやって動くので映像的にはちょっと今までつけてた他のマウントで固定するよりブレるのかなとは思うんですけど、やっぱ視線が高くなるのと、自分がこっち向きたいって言った時にこの映像で左側を映せたり右側を映したりするのがいいのかなとは思うんですけど、このブレと、あとはやっぱこのヘッドマウントにつけるのはやっぱダサいっていうのが一番ありますよね。ダサいっていうのが一番の問題で、それであと他のマウントより頭の上から飛び出てるので、それで空気抵抗をもろに受けちゃって風とかの心配があるなっていうのが一つあります。そしてこれがどういう風になるのかが、後からちょっと比較動画で今まで撮ってきたマウント4のやつと比べて、今持ってるマウントの中でどれが最適解なのかをちょっと判断していきたいですね。じゃん。念願のフルーツサンドがなんと名護市で買えました。これがとちおとめのフルーツサンドで、これがさつまいものフルーツサンドみたいですね。それでどこで買ったかっていうと、キッチンカーで買いました。店舗のないフルーツサンド店、もう2沖縄ってところで、なんか情報などはインスタグラムで見れるみたいなので、ちょっとチェックしてみてください。それでそのキッチンカーがどこに泊まったかというと、まあ、名護の人は多分これを言ったら分かると思うんですが、伊勢川産婦人科と、ラーメン屋のマーサン堂のある通りにあって、それでずっとそこに常駐してるわけではなくて、週末とかに伊勢川産婦人科とマーサン堂の間の通りにキッチンカーが止まってるみたいなので、それでその情報などはこのインスタグラムの方を見てほしいとかって言ってましたね。何はともあれ念願のフルーツサンド、ちょっと食べてみたいと思います。食った。めっちゃすごい。これ封を開けた瞬間からイチゴのいい香りがめっちゃします。うん、めっちゃ美味しいです。食った。そして。他にもいろいろなフルーツサンドがあったんですが、キウイとかいろいろバナナとかあったんですが、なんと珍しいさつまいものフルーツサンドがあったので、ちょっと気になって買ってみました。これも絶対うまいと思うんだよな。いただきます。さつまいももとろっとしててめっちゃ美味しいです。今週のおやつでした。グッド。じゃん。
今週のアマゾン、またアマゾンから届きました。お、ちっちゃい箱ということは、じゃーん、みんな大好きスモールリグの自由運台、耐荷重5キロのやつを買いました。よし、お、今回はスモールリグのやつなんですけど、シンプルなパッケージですね。いつもだいたい可愛いんだけど、じゃん、スモールリグの自由運台ですね。いわゆるここがグリグリとして自由にできる運台。それでここの上のがアルカスイス製のクイックシューになっていて、簡単にアルカスイスの互換のやつだったら簡単に止められるというやつですね。アルカスイス互換のクイックシュー。それでちょっと今回自分がいいなと思ってるのが、横にパン方向にだけは微調整ができるっていうのが、ちょっとこれが気に入ってて、これを回したらゆっくりこのパン方向には動くようになるという。それでこれの使い方としては、じゃん、この前回買ったこのモマンのミニ三脚に、このいいですね、このちょっと色もそろ、なんかスモールリグとモマンという別のブランドなんですが、ちょっとこの色が黒とメタリックな赤色がなんか純正っぽくていいですね。それでこれで前回もやったように、これに FP をそのままつけちゃうとただ動かないんで、このスモールリグの自由運台を乗っけて、この上に FP を乗せるという形にしようかなと思っています。ちょっと乗せてみますか。つけたらこんな感じになりますね。いい感じじゃないですか。かっこいい。やっぱこのモマのミニ三脚とこのスモールリグのやつはなんかちょっと純正っぽくていいですね。それでこれ自由運台ですけど、このパン方向に動かせるようになってるので、例えば風景を撮りたい時などはこうやって動かせるといいですね。それでもちろんこっちのこのダイヤルを締めたらちゃんと固定して動かなくなる。いいですね。自由運台の特徴として、まあちょっとこんな感じにグリグリと自由にできて、とてもまあこんなやって撮ることはあまりないような気がするんですけど、これでもまあかなり安定してますね。それでアルカスイス交換なので、ここのネジを外せばすぐ取れて、つける時もまあ比較的ネジを通すよりかは簡単にできるという感じですね。おお、だけどまあちょっとでかくなるか、こうやって持ってやったらちょっとでかすぎるかな。まあだけどミニ三脚としてはすごくいいような気がするので、いいんじゃないですかね。グッタ、今週のアマゾンでした。グッタ。じゃん、これは今週のアマゾンではないんですが、ちょっとまたムーンスターの8テンスを買ったので、これがすごくいいやつなのでちょっと紹介したいと思います。それで今回買ったのは、ムーンスターってブランドの8テンスっていうシリーズの中のこれですね、スチューデンか。ムーンスターは福岡九州の久留米の日本のブランドですね。それでこれのいいところは、やっぱ形がやっぱかっこいいというところと、この作り込みがやっぱすごくいいんですよね。このアウトソールというか、このかかとの部分のホールド感もすごくいいし、それでいてやっぱ価格がすごく安い。これで5000円台なので、このスチューデントの白色版も持ってるんですが、他にもサンダルとかの8テンスも持っていて、最近すごくこのムーンスターお気に入りです。形もかっこいいんですよね。シグマ FP ならフォトランニングがやっぱできるんじゃないですかね。
じゃーん、今週のお花。これをちょっと買ったので、すごくいいやつなので、ちょっと紹介したいなと思っています。それで、沖縄では、これすごい、今、もう、去年ぐらいからかな。ムーンスターの8テンスが出たのが、2019年か20年ぐらいの初めだったと思うんですが、もうすご、出た当時からすごく人気で、それで、8テンスの中で、キッチェとか、そのブーツ版のものとかがすごく他のシリーズもあってすごくどれも人気なんですが、サイズがなかったりするんで買えなかったりするんですが、それで沖縄だと置いてる店もちょっと少ないんですよね。それで自分が探して探して、やっぱ靴ってサイズ感とかがすごく重要なので、一回は試着、どのシリーズを買うにしても一回は試着しないといけないと思うんですが、それを置いてるのが那覇の高知商店っていうアパレルショップで置いてて、それで自分はそこで初めて試着してもさせてもらって、そこで買いましたね。それで今もどんどん置いているので、もし気になる人はちょっと高知商店っていうので調べて行って履いてもらえればいいと思います。そう、形もかっこいいですよね。グッタ。